デッドスペース、前回の追加のプレイしていきましょうか。前回はね、この先にね行っててなんですけど、こっちの上でいいのかな、それもいまいちよく分かってなくてとりあえず行ってみようか。向こうに何もなかったんだよね。それが本当にどうしようかって感じなんだけど、こっち何があるんだろう、そもそも。敵は出るでしょ。あ、使える？ピクピクしてんだよな。はいはい。ないないじゃないんだよ、俺がやったんだよ。よし、とりあえずノード取ってこの辺のアイテムをもらっとこうか。これ一応さ4つやったんだけど、小惑星を発射する前に運搬ビーコン、小惑星にビーコン、ビーコン、ビーコンってなんすか。とりあえずこの辺のさ死体を潰しとかないとさ、なんかあった時にさ復活するんだよね、あいつらが。復活っていうか新たな命を得るというか、それが実に穏やかじゃない。ん？どっちだっけ、こっちだっけ、あ、こっちか。よし、とりあえず持ってきたぞ。持ってきたけど刺さんないぞ。刺されや。ガクガクしてるけど。よし、オッケー。ビーコンを打ち込むってなんだ？違う違う違う。ビーコンって何のことだ？それがよくわからん。こっちか。敵は倒してるから、まあ出ないんだとは思うんだけど、やっぱこの道しるべは守るべきなんだね。おっ、来た。ビーコン、ビーコン、ビーコンってどれだ。待って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 、そうはならんやろ。あんななる、さすがにああはならないと思うんだけど、すごい勢いだとしてもさ、あの真っ二つになり方はないんじゃないか。とりあえずここに来たけど、ビーコンどうやって打ち込むの、やっぱ外なのか。あれが行ったらあそこに行こう。よし、とりあえずこれで走るぞ。 OK。 ん？どれだ。あ、これか。え？これどうすればいいの。え？ビーコンどうやって打ち込むのこれ。ん？待って待って待ってくれ待ってくれ、そのビーコンをどうやって打ち込むんだ。重力テザー、ビーコン、ビーコン設置。固定するってどうやってやんの。ん？やばいやばいやばい、酸素がない酸素がない。待って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 、やばいやばいやばい、酸素酸素酸素、ちょっと待って、早く動け。オッケーオッケー。
いった、ちょっと待って、え、ビーコンでどうやって打ち込むんだ。一応なんか置けるポイントは分かったんだけど、ビーコンをどうやって打ち込むんだ。ビーコンの打ち込み方とかなんか書いてないかな。大丈夫かこれ。間に合う、間に合うか、間に合うか、間に合う。ここか、この辺でいいか。どうすればいいんだ。ダメだよな。あー、回復しちゃったよ、もう。あ、なんだ、普通に A ボタンでいけんじゃん。ん？これで帰っていい？おお、とりあえず待つか。私待つわ、いつまでも待つわっと。よし、これで帰っていいか。 OK、 回復無駄に2回使っちゃったのかな。痛いな。敵復活とかしてないよね。大丈夫ですよね。よし、行くぞ。これはもう普通に帰っていいんだよね。そうか、ちゃんとね、話聞いてないとダメだな。聞いてたつもりではあるんだけどね。またここ通んのか。よし、抜け、早く抜け。全然抜けないぞこれ。よし、これ終わったらいいか。この距離でも熱いと思うんだけどね。やっぱエンジニアさん的には大丈夫だ。よしよしよし、待つよ。燃えてっけど大丈夫かこれ。やばいやばいやばい。よしよしよし、これはめてさっさとここを脱出しよう。ね、なんか引っかかった。よし、オッケー、さっさと脱出しよう。脱出っていうか、小惑星を射出するっていう、なんかよくわかんないことをさせられようとしてんだけど。無理じゃないの。小惑星射出って。どっちだ、こっちか。ほい。あれ、俺壊さなかった。 あ、来てないことになってんのか。ここ、この辺の死体壊しとこう、ちゃんと。ちゃんとね、全部壊しとかないと危ないからね、身の危険が。よしよし、はい、射出してるこれ。ゆっくりだね。ああ、送信中。聞いてくれることを期待か。ブリッジ。サムネとビーコンに誰かが応答しても信号を受け取らない。労働基準法とかに引っかかんないかな、どうにかして。俺の扱い。は？マジかよ。
ダメージは食らってないんだけどね、弾はないんだよね。年中弾不足。こっちか、オッケー。でもなんか汚染があったら隔離されるようになってんだね。初めて見た気がするけどな、ああいうの。どうしよっか、ベンチな。これってのかな。とりあえずストアに来て、なんかないかな。最悪弾でもいいんだけど。ん？何も買えない？弾とかか。あ、武器の方が買えないだけか。半導体を売って、こんなもんかな。なんもないな。プラズマエナジー。プラズマカッターはなかなかあるけど、ステイシス、ま、行き詰まった時に考えよう。まあ、ギリギリでやってるけどね。モード部屋があれば、一番解決するんだけど、最近見てないというか、なんか、接せられてない感じが。接しられてない。これ持ってかないといけないかな。まあ、使わないしな実際。とりあえずこれを引っ張っていこう。もうこっちに戻ってくる用事もないし。よし、これがいったら、よしよしよし。あ、いらないじゃん。上か。どこまで上に上がればいいんだ。準備室だっけ。ここ広いもんな。また来るかな。一回来たっけ。来たよね。来なかったっけ。このゲームやろうな。ほら、やっぱり来た。ちょっと待って、まだ来ない。元気な子だね、ほんとに。オッケー、このまま進もう。なんかいる音がする。ん？うわっ、なんかちっちゃいのがいる、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 ちっちゃいのがいる。弾なくなった。弾の無駄かこれ。早く早く早く開けろ。弾の無駄だったな。あれ、俺これ取ってなかったっけ。何でも取るでおなじみなんだけどな。ついてきてるし、もう行くぞ。チャプター7 Into the Void。 チャプター7、いくつまであるんだこれ。まったく、もう今でも満身創痍なんだけど、これクリアできんのかな。まあね、私の進み方も牛歩だっていうのもあるんですけどね。な、なに、運が向いてきた。通信制御室操作ですか。うん、別にいいんだけど、また犠牲が増えるだけなんじゃないの。ストア、まあ無視でいいか一旦。ここ来たな一回な。ボス戦があったとこだよね。おお、やっべ。あ、さすがに死んではないか。
やば。うわった。マジか。ちょっと見せなくていいよ。ど真ん中で止まったのが悪いな。あれは完全に俺が悪かったな。とりあえずここまで一旦行って引くぞ。オッケー。ここまで引いて、やばい、弾ないんだった。ほい。まだいただろう。なんでデシブるんだ。出たな、出たら戻るぞ。よしよし、オッケー。まだ来るだろう。あ、そっから出てきたんだ。よし。ん？まだいる。誘爆で行くのよ。結構ありがたいな。やば。おい。よし。弾でも待つ。待って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 。待て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 。待て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 。迷った、やばい、やばい。ちょっと待って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 。違う違う違う、そういうのがやりたいんじゃないんだよ。やっべ、やばいな。これはちょっと本当にマジにそうじゃない。待て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 。え、どっか別のとこから怖いしてん。危な、やばい。勘弁して。やばい、ちょっと待って、たた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 た、弾がないって。弾がねえんだって。倒してないよね。まだいるよね。うおおおお。びっくりした。ちょっと待って待って待って。まだいるんだろ。知ってんだよこっちは。ネタは上がってんだよ。降りてこい。よし。来い。早い早い、気持ち悪い。そうですよね、ステイシスを使えばよかったんですね。今わかりました。そうだよ、何俺は焦ってんだ。早ければ遅くすればいいんだよ。自分で難易度上げてるんだよねこれね。それが良くないよ。ああ心臓に悪いな。ちょっと今日やめようかな。もうちょっとやろうか。怖いというか、なんか大変であんまり続いてない感じはするよね。ここでいいんだよね。ドアが開いてる。館内通信で奇妙な反応。聞いてる？前いたよね、確か。会話を聞いてるってことは、そこにモンスター、ネクロモーフか、を回してきたりする輩がいるってことだよね。結構厳しいな。こんなもんか。あ、あるある。よし。これは誰が置いたんだよ。じゃあこんだけ弾あると怖いな、怖いな。またこいつか。こいつ苦手なんだよな。
終わった？いるし。盾か。オッケー。終わったな。危な。そういうことしてくんの。待って待って待って。たま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 。危な。でもこいつら何も落とさないから嫌なんだよな。回復か。回復使っとこう。え？まだいる？いないよね。酒進もう。大丈夫か？ん？何何何何何何何？ちょっとゆっくりにさせて。おっと、そういうことこれ。バラバラにすればするだけこういうやつになるのか。厄介だよ。アイザックさん過激っすね。まあ、こんなとこでね、悠長なことやってられないんだろうけど。当たんねえもんな、俺のクソイムだと。当たんねえし、まあ、いいや。アンロック？あ、はいはい。はい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 、よしよしよし、セーブさせてちょうだい。セーブもね、こんだけガンガンやってると積みそうだよね。あいつのた、なんでやねん。やっぱ来るんだな。なんか死ぬまで追ってくるようにプログラムされてるとか聞いたことあるんですよね、このゲームのネクロモーフ。攻撃下にまあな、被害は。あ、違法なんだ。何？ついた？通信アレイ。艦長は死んでしまった。コミュニケーションアレイオフライン。A service technician has been notified.え、俺技術部なんだけど。パラボラアンテナが必要。はい。なんかやることはどん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 増えてくるんだけど。で、俺はどうすればいいんだ？そっから出ればいいのか。はい。ということで、まあ、一旦、ステイシスを使うタイミングがあるのか。はい。ということで、あと、6機ですか？パラボラアンテナを設置しろと言われましたけど、それは次回に、回しましょうか。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。